日々の糧と癒しと喜びと、そして少々の不便さと、私はベネチアの運河と橋の迷宮で暮らしている。昔々、干潟の上に杭を打って無数の島々が築かれた。やがてそれはベネチアと呼ばれ、千年の都となった。繁栄の中心ベネチア本島は、20世紀になっても頑なに車を拒絶し、水上都市として中世への趣を守り続けてきた。最も便利な交通手段は今も船。でも船だって病気もすれば怪我もする。そんな船の修理が私の仕事。女性ではベネチアでたった一人の船大工だ。もともとは島の対岸に住んでいたが、1年前から本島の住人となった。さあ、ベネチアと私の新しい1週間が始まる。私の暮らしは水と深く関わっています。最近やっと町の本当の魅力が分かるようになりました。観光ではない、市民の目から見たベネチアを、さあ見つけに行きましょう。日曜日の夜、友達と飲み歩く約束をした。でもその前に新しいオーブンを買った。重さは20キロ。車がないベネチアでは運ぶのが大変。ベネチアに400以上もある橋はほとんどが階段状。やっと家の前に着いたけど、最大の難所はここから。店を出てから30分、疲れた。さあ発散しなくちゃ。飲み歩きの仲間はアルベルタとホテルで働くパオラ。まずは1軒目。こんにちは、覚えてる？運河で会ったわよね。約束通り来た。お母さん手作りのおつまみ。こういう居酒屋をバーカロという。まずは発泡酒のプロセッコから。バーカロでは決して長居はしない。ワイン一杯とおつまみ一つが当たり前。今日はどうだった？私は大変だった。飲んで忘れたい。30分ほどいて2軒目。こんなバーカロツアーが今流行りの飲み方。何軒回れるかを競ったりもする。またあったわね。バーカロツアー、そうよ。私たちも。3軒目。名物はメンチカツ。Paola, che cos'è la cosa più difficile del tuo lavoro? Cos'è che dovrai fare mille cose? Voglio dire in albergo, cioè non è che ne fai una come posso essere più o meno io. No, in realtà la cosa più difficile è essere paziente con tutti gli ospiti. E te, Alberta? Ma per me la roba più difficile è solo capire che cosa
che cosa hanno i pazienti, che cosa mi vogliono dire, se oltre al dolore c'è anche qualcos'altro, quindi un po' in altro modo. 私は木が何を言いたいのかいつも聞いてる。話もするし反乱も起こすわ。ここで新しいメンバーカテリーナが登場。カテリーナはチェリスト。さあ5軒目。店の外にいたり中にいたりともかく立ちっぱなし。でもまだ8時半、バーカロツアーは続きます。足が棒のよう。ちょっと座ろう。さあ乾杯。まだまだツアーは続くぞ。明日は二日酔いかな。こうしてベネチアと私の1週間が終わった。仕事も趣味も夜の楽しみも私の暮らしはベネチア色に染まってる。世界中他にはないこんな暮らし。私はこれからもベネチアで生きていく。ゴンドラ作りの職人を目指して。